ハロハロー、どうも松本浩一郎です。いつも、ね、YouTube で見ていただいて嬉しいですし、コメントもちょっと返してないんですけど全部読ませていただいてます。あれが本当に励みになってるんで、本当にコメントくれた方ありがとうございます。中にはコメントで、ジョビンさんの動画はすごい面白いんですけど、最初の冒頭のハロハローだけはどうしてもきついです、やめてくださいっていうコメントもあったんですけど、まあ、ちょっとだけ泣きましたけど、そんなに滑ってる？ハロハロ滑ってると思ってたけど、そこまで滑ってる、不快感与えてるんやなっていうちょっと傷つきました。はい、まあ、今後もちょっと負けずにハロハロやっていきたいと思うんですけど、では今日は、堀口教授 VS セルジオペティス、まあ、大一番ベラトールタイトルマッチですね、があるというので、まあ、この、すみません、1試合だけになっちゃいますけど、ちょっとまあ短めの動画になると思うんですけど、これの勝敗予想をしていきたいと思います。てかいつの間に堀口教授はバンタム級になったんかなって感じですけど、まあ UFC でも盛り上がってなかったからか、フライ級の選手だったら、まあ、ペティスもそうやけど、いつの間にかもうバンタムが普通みたいになりましたよね。はい、で僕ね、何度か言ったことあるんですけど、堀口教授君とは何度もスパーリングしてます。引退前なんかは週3回ね、ガチの殴り合い、本気のスパーリングやってたんで、パンチも蹴りも、16オンスつけて、レガースつけて、ノーヘッドギアで、本気で全力でやり合ってました、週3回。普通に失神してるやつとか持ったし、あの時のね、クレイジービーのレベル、ほんと高かったと思う。打撃では、日本一高かったんじゃないですかね。あの時、キッドさんもおったし、僕、コーテツさん、ヤチ君、田村一世さんとか、もうそうそうたるメンバーで、若手もすごかったし、一番緊張感あったね、ジムで稽古が。カームクどう言ってたんかな、マジ全力でやってたから、スピードとかももちろん、ね、半端じゃなかったし、堀口教授。蹴りとかもすごかったし、本当に倒しに来てたからね、まあ、こっちも倒しに行ってるけど、まあ、あんまりお互いの攻撃が当たらんって感じだったけど、で、僕ね、当時覚えてんのが、なんかまあボクシング関係者に、内山隆選手、スーパーフェザー級だったかな、世界チャンピオン、当時、フェザー級か、すみません、階級ちょっと忘れちゃったけど、まあ、絶対的なチャンピオンだったんですけど、僕、堀口教授がボクシングで3分3ラウンドだったら、内山選手に勝てると思うんですよねって言ったことがあって、そしたらね、もうめっちゃ笑われたんですけど、鼻に、なんか、鼻で笑われたんですけど、俺ね、やっぱ、まあ、もちろん分からんけど、対応できないと思うぞ、普通のボクサーだった堀口教授の距離感、スピードに。そう、でもすごい笑われたの覚えてるな。まあ、もちろん分からんけどね、内山さんも化け物なんで分からんけど、まあ、少なくとも、3ラウンドしのがれたらきついと思うけど、でも3ラウンドは対応できんと思うんやけどな。そっから羽ばたいていって、今はもう本当にね、日本で一番強い、本当日本代表するファイターになりましたけど、まあ、当時からマジすごかったけど、で、すいません、ちょっと長々と。で、ちょっと勝敗予想なんですけど、まあ、これはすいません、本当にベタになっちゃうけど、全局面、堀口教授が圧倒すると思います。セルジオ・ペティス、あんまり映像見たことなかったんで、ちゃんと勉強したんですけど、もちろん強いけど、堀口教授の息には達してない感じがした、全部。まあ、気をつけるとしたら、まあ、右のストレートかな、まあ、フック系のストレート。あと多分ね、ギロチンチョークがすごい得意っぽいんで、まあ、教授君からしたらタックル入るっていう選択肢もあると思うんやけど、多分ペティス側はないと思うけど、ちょっとギロチンだけちょっと怖いなって思った。あと、真ん中蹴り、回し蹴りとか多分食らわんと思うし、殺傷能力にあまりにも差があるから、堀口教授の方が上回ってるんで、やっぱり堀口教授が上回ると、全局面圧倒すると思うし、1ラウンドで、まあ、ズバリ左フックで、カウンターの左フックで、KO 勝ちじゃないかなと。多分負ける可能性はかなり少ない気がする。まだちょっと右のパンチとギロチンだけ気をつけて。まあでもそんなことは本人も分かってるでしょうしね。セコンドも頭いいし。お兄ちゃんのね、アンソニー・ペティスすごい好きだったんやけど、なんかすごいポカするし、めっちゃ潜在能力高いのに、なんかレスリングとか全然気にせんし、なんか、まあ、前世紀のアンソニー・ペティスの方が断然上と思うけど、今のセルジオ・ペティスよりも。今はちょっと正直だいぶ落ちてきたけどね、アンソニー。めっちゃ好きだったけど、なんかすごい脆くて。で、ペティスも、お兄ちゃんとして全然レスリングは強くないですよね。
まあ、だからその代わりにギロチンチョークって必殺技があるんでしょうけど、こういう選手はやっぱり僕 UFC とか行ってもトップどころ戦うの厳しいと思うんですよ。レスリング、こんな弱かったらと思っちゃうんですね。堀口教授はもレスリングできますけど、すごいちょっとベタになっちゃうけど、やっぱ堀口教授が勝つ可能性が極めて高い。そして左フックで一覧の KO 勝ち予想にしておきます。はい、ここからね、堀口が勝つか負けるかでちょっと雷神の展開とかも変わってくるんでしょうけど、マジ強いし、僕もね本当に死ぬ気で殴り合いを週3やってたことを誇りに思うし、なんかその間で僕週3堀口教授ともやってたし、その合間にキックボクシングのチャンピオンとかボクシングの艦隊兵のチャンピオンとかとスパーリングしてたけど、僕ずっと堀口教授が一番強いって、言ってましたね。僕は断然嫌だ。距離感が違いすぎ、あまりにも遠いから一番嫌でしたね。だから僕、内山隆選手も堀口教授だっていけるんじゃないかとか言ったんですけどね、じゃあ予想こんな感じになります。とりあえず終わったら、まあ、感想動画もちょっとこれも1試合だけなんでちょっと短い動画になると思いますけどアップして、あと今 Q&A コーナーちょっとやろうと思ってて、チャンネル登録者数3000人突破したんで、そちら、12月3日のあと8時までって言ったのが締め切り、ちょっともう伸ばします。ちょっと今週いっぱいぐらいはちょっといいかなと思って、ちょっとこの予想と感想があるんで、この試合のちょっと今週いっぱいぐらいはコメントくれたら基本的に全部返そうと思ってます。ちょっと1回で動画で撮れないかもしれないですけど、ちょっと全部のコメント、まあ、あまりにもふざけたコメントは分からんけど基本的に全部返そうと思ってるんで、まだ間に合うんで今週中コメントください。この動画でもいいですし、投稿してるんで普通に YouTube で、はい、そこにコメントくれたら嬉しいです。じゃあこれでとりあえず終わったらまた感想動画撮りたいと思います。ちょっと短めでしたけど、ご視聴ありがとうございました。終わります。